はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ティブログです。我々日本に帰ってまいりました。まあそんな感じで、あと車も来ましたよ。ポルシェ。納車の動画もね、撮ったので、ぜひそちらをチェックしていただきたいですが。そう。で、納車してからドライブまだほとんどしてないから、うん、今週末は福井県まで行って、2日間初めての福井県でいろいろ皆さんとシェアしたいと思います。ではでは行きましょうか。はい。よいしょ。名古屋から福井県まで2時間ぐらいのドライブなので。2時間半だよ。行きましょうか。はい。ETC はいくらでしょう。名古屋から福井まで2950円でした。着きましたよ。ここで左に入ってください。レストランもこれだよ。お城も見えてるよ。本当だ、奥にお城見えてる。いい感じじゃない。はい、はい、あ、丸岡城。そうだよ、まあ、バスでも来れるということだけど。ということで、このレストランで名物のそばを、おろしそばを食べたいと思います。おお、外の景色見てみる？すごいよ。あ、あっちにお城が、あの鯉出ようとしてるよ。大丈夫かね。もうお水に住みたくないやーっていう。はい、はい、いいですか。いただきます。すごいね、見てこのおろしそば。そう、あとこれもなんか名物らしいよ。これソースカツ。あ、ソースカツ。そう、ソースカツ丼とおろしそば両方とも福井県の名物です。なんかすっごい薄い、うん、見て、さっぱりしてうまい。この夏の暑い時期におろしそば最高だわ、うん、ね、うん、これも美味しい。なんかすごい脂が乗ってるお肉。やっぱドイツ料理より日本料理の方が美味しいわ。何を言ってるの。そば特に。どうですか、1ヶ月ぶりのそばは。あれだよ、これ手打ちだから美味しい。もちもちしてるもんね、すっごい。うん、そうそう。あと、そう、私は今言おうとしたら、だから早かった食感がいいという。そうそう、すっごいもちもちして、で、大根おろしがさっぱり効いてて、まあ夏にちょうどいいよ。鰹節も入ってるから、鰹節の香りもね、かなりこうふんわりしてて、めちゃめちゃ相性抜群これ。夏に完璧。はい、次は丸岡城行きたいと思います。行ってきます。タカ、階段があるよ、頑張って。ご飯を食べてお腹いっぱいなので元気出てきました。いや本当に私逆だよ、なんか辛くなってきたよ、お腹がいっぱいで。はい、入ってきました。ちなみに入場料は450円。でもめちゃめちゃ可愛くない？なんかあれ犬山城になんか似てる、ね、犬山城に似てるかもしれん。ちょっとこじんまりした感じで、うん、あと木でできてて白と茶色の混ざったお城みたいな感じ。なんか大豪邸ではないけど可愛らしい田舎のすごいいいお家って感じ。ここかっこいいね。あー、そうだね。なんか昔の人はここを登ってたんでしょ。おお、中も全部木造だね。なんかめちゃめちゃ可愛らしいね、この中。急な階段を上に行きました。65度だって気をつけないと危ないね。ねえ、危ないよ、マジで。これ65度あるんだ、80度ぐらいありそうな。あと1個のステップずつめっちゃ高い。気をつけて、落ちてこない。もう登ってるみたいな感じだよ、本当に。ちなみに、ちなみにこういう綱があるから、これ持てば全然安全だね。え、その方が危なくない？わかんない。やば。これ80度ぐらいあるじゃない、これ。もうこれ、あ、まあ人が降りるなら。これ上りはいいけど、下りが危ないね。あ、スリッパを脱いだ方がいいかも。ね、これ年に何人かはね、落ちてきてると思うよ、上から。さっき、子供がなんか上からジャンプしてたけど。ね、えいしょ。おい、ま、やめよう。レナが落ちてきたら危ないから、レナが完全に登ってから行くわ。おい、よし、
一番やった。あ、涼しい。こうドイツとさ日本のギャップがすごすぎてさ、ドイツはめちゃ寒かったじゃん、まあまあ、日本に帰ってきてこう暑くてムシムシしてて、なんかもう気候はやっぱりドイツの方が気持ちいいね。そうだよ。下りやば。どうも。これ真下じゃん。ちなみにこの丸岡市はね、織物で有名な産地なんだって。ああ、そう、だからこれがついてる。入場券にもね、この織物の本のしおりがついてる。めっちゃ可愛くない、はい、これは丸に立ち青い、はい、これはあの本田家、本田さんは徳川家の家来でしょ。だから本田家は青い、この青いだけど、なるほど、徳川のこれ立ち青いって言われて、これが有馬家。これ有馬家はね、ちょっと難しくて覚えてない。なんとかなんとかなんとかってたくさんしてるんだよね。縛った本田有馬のね、そのところの家紋です。ありがとうございます。ありがとうございました。着きました。東尋坊。ウェルカムって書いてある。駐車代金。500円。私たちは東尋坊に着きました。あっちの奥に多分東尋坊がございます。あ、これを抜けると東尋坊があるのか。あの食べ歩きしましょう、ね、ちょっと食べましょうか。そうだよ、まだ甘いもの食べてないし。あ、左と右にめちゃめちゃ美味しそうなお店めっちゃ並んでるよ。海鮮ある。あ、ソフトクリームもすっごい。めっちゃ種類ある。めっちゃ、お、あとで絶対に買わなきゃいけないよ。すごいね、30種類ぐらいあるよ。そうだよ、初めて見たかもしれないよ。こっちにもある。左右ソフトクリームの種類が半端じゃない。東尋坊はないから、ソフトクリームが名物なのは。いや、そう、美味しいですよ、ね、めちゃくちゃいい匂いしますね。この匂いはすごいそそられる。ビールも飲みたくない。あ、ビール売ってる。ダメだよ、ビール売ってる。あ、しかも越前福井のご当地ビール。いいよ、私の運転で。だからレナさんの大好きなカニもあるよ。うわ、出た、でっかだっこ。やっば、見て、俺の手のひら、これふっと、レナの腕ぐらいの太さあるよ、これ。そうだよ、ねえ、初めて見たよ。すごいじゃん、足1本が3500円だって。でっか、こんな海で遭遇したら怖くて溺れちゃうよ。びっくりして。それはそうだよ。襲われたら死ぬんじゃない、人間。東尋坊、雰囲気いいね。海鮮もあれば、ソフトクリームもあれば、浜焼きもあれば、丼もあれば。ではでは先っぽの方まで行ってみましょうか。そう、あの本当に気をつけながらだよ。確かにこれ柵とか何もないからさ。何もないよ。だからレナを、はい、押すチャンスということだね。なんか皆さんのコメントから聞こえてきそうだよ。一回押してみてって。のここで押してみたら死ぬよ。危ないね、これ。なんか下がさ、ゴツゴツしてるからさ、滑っていっちゃいそうな。ちょうど今出発した。ああ、遊覧船。そこで、なんだね。なんかあっちに行きたくない。これ危ないね。危ないよ。はい、元に投げる、これ。危ないから元に投げる。これは逆に落ちるよ。元に投げる。離すよ、いいの。離して。はい。見てこれ、なんか吸い込まれる感じするよ、この映像。めっちゃ怖いんですけど。何が？え、この上から撮るとなんかもう吸い込まれていきそう。ね、タカをピューと。そう、どっちがさ、落とされるか勝負する。どう？二人とも一気に行くかもしれない。そう、一緒に。カメラも一緒に。一緒に自殺したって感じになるよ。ただ編集する人がいないから、それをお届けすることができない。すごいわ、このゴツゴツ感。来ましたね、先っぽまで。あは。そこやっば、崖じゃん。カメラ貸して。はい。それはさよならってなるよ。ここだよ。うわ。やばいことだよ。うわ。すごいよ。うわ、怖っ。ね。怖っ。ちょっと場所交代して。
ちょっとゆっくり歩いて。はい。うわ。怖い怖い怖い。怖い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 。おーわ、よし帰ろう帰ろう帰ろう。危ない危ない。なんか意外とかっこいいよこれ。めっちゃ怖いんだけど。おい、なんだやめろ。もうこうしとけば落ちないよね。そうだね。あー怖いわ。え、墓の あの目から見たこんな感じ。はい、今反対側に来たけどこっちは綺麗だね。さっきあそこで、いいよね、さっきあそこにいて怖い怖いって言ってたけどこっちから見る景色もすっごい綺麗だ ね。ということでまた戻ってきました。そう、私はソフトクリームだよ。もう俺は浜焼き食べたい。あ、そうなんだ。こちらでアルコール消毒していただいて、あ、ちょっと中で食べれるかな。見てください、こちらドドン、メニューが豊富。でも私たちは全くお腹減ってないよ。しかもこの後温泉行って夜ご飯食べるんで一旦ちょっとだけタコの焼きとイカ焼きとビール。レナ社長がこの後運転してくれると言ってるので、ちゃんとありがとうって言って。ありがとうございます社長。そうビール来ましたので乾杯。美味しそうに飲んでるね。うん、まこういう暑い日にはマジでさっぱり最高。冷え冷えだね。そう。それはいい。うん、ま。来ました。めっちゃいい匂いするよ。タコとイカ。夜ご飯を楽しみにしてんの。うまい。プリプリ。ビールのお供。うまい。バナナ。チョコバナナね。はい。来ました。チョコバナナ。美味しそうでしょ。バナナアイスにチョコソース、めちゃめちゃバナナ味をするよ。すごいよ、これほどバナナ味をするソフトクリーム食べたことないと思う。そんなバナナ。でも色的にはバニラっぽいけどね。あとめっちゃクリーミーだよ。あのちゃんとした本物で丁寧に作ってるようなアイス、大満足です。はい、ということでここから本日のお宿に移動していきたいと思います。あわら温泉の、うん、グランディア宝泉といういい感じの旅館。日本に帰国をしてザ・日本を味わいたいということで一発目旅館にしました。ホテルではなくて。でも温泉の紹介はまたいつも通り次の動画で見てみてください。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。